こんにちは、あません6494です。今回は薬学部攻略備考の徳島分離大学薬学部の薬剤師国家試験の真の合格率6年間の学費ストレート合格するための対応策についてお話ししていきたいかなと思います。それでは早速やっていきましょう。徳島分離大学薬学部。まず6年間の学費が1162万円でした。こちら。 えー、家賃とか交通費、食費、教材費とは含まれてはいません。1年次の入学者数の平均が65人前後でした。107回薬剤師国家試験の合格率が290人が受験して135人が合格したということで46.55%でした。また107回薬剤師国家試験の真の合格率が 341人が出願して、135人が合格したということで 39.、39.58%でした。また、ストレート合格率が測定不能でした。まあ、その理由としては、1年次入学者数が現在65人前後ということで、この数と、あと、試験を受けた人数ですね、がすごく差がありすぎて、ものすごく留年している。 とか、そういったことは分かるんですけど、正確な数字が分からないので、まあ、こちら、まあ、ポイントとしてはあの、真の合格率のですね、こちらをまあ目安にしていただければいいかなと思います。また、6年時の新卒出願者数、新卒出願者数対新卒受験者数が140人対103人ということで、まず5年次が、 あの、まあ、留年している数が測定不能。まあ、5年次までですね。で、6年次には少なくとも、先ほどの数字から37人が卒業留年しているということになっているということですね。また、既卒出願者数が200人ということで、すごく多いですね。あの入学者数が65人なんで3倍以上いるということで、まあ、ものすごく多い。えー、入学者数よりまあ多くて、 しかも3倍っていうのは結構珍しい。今のところあの動画として撮ってるんですけど、各大学の,あの3倍はとりあえず今トップかなと思います。そして薬学部に入学してから卒業までに少なくとも37人以上が留年していると。まあこの37っていうのは6年次ですね、の卒業留年の数なんで、プラスこれ以上の 以上かなまあ、以上だと思うんですけど、の人数が、あの、留年、1年児から5年児までか、がいると、頭で理解しておいてください。まあ、ポイントとしては、あの、まあ、真の合格率が35.58%というところと、あと、基礎通の出願者数が200人ということですね。と、 えまあ入学者数が結構定員割れしていて、あの人数が低くなっていることと、えー、5年次までの留年者数があの測定不能ですが、まあまあ多い、まあまあというかかなり多いということが予想されるというところですね。そしてストレート合格するための対応策について、最低でも学年上位1割。 の一に常にいることが挙げられるということですね。こちらの上位1割ということで、まあ、1年次に、えーまあ、60人が入学したとしたら、上位1割は6位ですね。6位以内にいてくださいということですね。また2年次に上がったときに、まあ、留年者が出ると思うんですけど、留年とか退学者。まあ、その、えー、数を 母数から外してもらって、2年次の、えー、例えば10人いなくなったとしたら50人を母数として、1、え、割、ー、の日は5位ですね。5人、5位以内にいることが挙げられます。また、ま、え、さ、ー、46494の薬学部攻略予備校を主張するということですね。まあ、こちらの薬学部攻略予備校というのが、ちょっと待ってね。 はい、いいです。<laughs> 薬学部攻略予備校というのは、まあ今現在視聴していただいているのが、えー、薬学部攻略予備校のコンテンツの一つなんですけど、まあその他に、薬学部に入学する前の段階から、えー、薬学部に入学してから、まあどう過ごせばいいか、また定期試験の勉強方法、祭祀の勉強方法、また4年時には、 CBT をキー対策、5年次には薬局、病院実習の対応、プラスその合間に、まあ、6年次に薬剤師国家試験の勉強が始まるんですけど、まあ、どのように準備しておけばいいか、等ですね。そういった動画、まあ、すでにもう満3年、薬学部予備校は3満3年ではないか、っていう動画があのすでに上げられているので、まあ、そちら、 ご覧になっていただけることで、まあ、どういった今後対応していか,なけばいかなければならないのかっていうのが分かるので、まあ、そちらを視聴してみてください。そして、えー、薬学部5・6年生時には、まさに4・6・4・9・4な薬剤師国家試験攻略メソッドを視聴。最新情報はツイッターで入手するということで、まずこちら、薬剤師国家試験攻略メソッドっていうのは、もう今現在で満3年ですね、えーまあ、国家試験の 勉強方法、何月にどうスケジュールを立てて勉強していけばいいのか、また、もしどうやって受けていけばいいのか、まあ、点数は何点とか、また、えー、まあ、最新の国家試験は合格率何で何位以内に入らなければならないのか等、また各科目勉強方法ですね。まあ、そのような えまあ国家試験を受験するためのまあ合格するための効率の良い動画等をあのまあ満3年分もうでに再生リストに入っているのでまあそちらをご覧になっていただけるとまあどうやって国家試験をまあ突破していけばいいのかっていうのが分かっていくのでまあそちらをご覧になってくださいまた108回まあ最新だと108回ですね以降の動画も また随時最新の動画としてアップしていくのでそちらもご覧になってください。また最新情報は Twitter で入手するということで、まあ、私があの現役の病院薬剤師の DI 業務の責任者をやっているんですけど、えー、最新の薬院情報また臨床情報っていうのを DI ニュースとして院内の各部署に配布しております。まあ、その 情報等も今薬剤部内でも周知させて、させているということで、あの、そちらの最新の医薬品情報とか臨床情報っていうのは国家資金にすごく出やすいんですね。でそちらの出やすい情報っていうのをツイッター等で、あの、つぶやいていくので、そちらをご覧になっていただけるだけで対応できるということですね。しかも新問題っていうのは、まあ、わかるかわからないかっていう、そういった問題がすごく多いので、 ま、点数につながりやすいっていうのと、まあ、他の受験生とすごく差が生まれやすい、そういった情報になっていくので、そしたらご覧になってください。また、在学生の皆様へですね、大学内の雰囲気、講義、定期試験の状況について教えてくださいということで、あの、徳島分離大学の、まあ、細かい情報ですね、 まあどういった雰囲気なのか、講義内容ってどうなのか、定期試験、まあ、何科目落としたら留年なのか、1科目でも落としたら留年なのかとか、そういった情報ですね、教えていただけることによって、そちらの対応策ですね、高校の大学別にできるので、まあ、すごくあの教えていただけるだけで、その情報っていうのを <laughs> 発信できるので、 教えていただけるとありがたいです。また、えーまあ、コメント欄ですね、コメント欄に書き込んでいただけると、まあ、すごく有用なあの掲示板のようになるので、まあ、在校生も、また今後入学,入学される学生の皆さんにもグラスになる、そういった掲示板になっていくので、まあ、ご協力をよろしくお願いいたします。また、質問相談等を受け付けておりますということで、あの 困ったことがあったら連絡してくださいねっていうことですね。まあ、連絡手段としてはコメント欄でもいいですし、Twitter の DM でもいいですし、Yahoo! メールでも大丈夫ですので送っていただければ、まあ、あの随時返信させていただきます。はい、ということで今回は薬学部攻略予備校の 徳島分離大学薬学部の薬剤師国家試験の真の合格率6年間の学費ストレート合格するための対応策についてお話ししてきました。それでは。